早稲田大学本庄高等学院は埼玉県本庄市にある私立高等学校。2019年現在は1023名の男女生徒が在籍している。略称は総大本庄、本庄学院。在校生や教職員は単に学院と称することも多い。早稲田大学関係者からは本庄とも呼ばれる。1学年を6学級240人とする小規模な 男子校として設立されたが、2007年度より、教学化した。早稲田大学の全身東京専門学校の創立100周年を、記念して1982年、埼玉県本庄市に開校。都心から離れて立地しており、自宅からの通学が困難な生徒のために、委託ホームと呼ばれる、寄宿制度があったが、現在は廃止され、 2012年に JR 本庄駅付近に完成した男子寮、佐ナ江寮、2018年に JR 本庄和世田駅付近に完成した女子寮、あずさ寮に置き換えられている。同じ学校法人和世田大学直属の付属校として東京専門学校予科以来の流れを組む和世田大学高等学院があるが、本校は2007年に教学化している。 また、早稲田大学の継続校を含めて、中学校を併設していないのは、本校と早稲田渋谷シンガポール校のみである。宣言産休料を含む約86万平方メートルの早稲田大学本場キャンパスの美しい、自然に抱かれるように校舎が立地する。本場キャンパス内には、本場高等学院のほか、環境、エネルギー研究科、リサーチパーク、本場保存所庫がある。 上越新幹線本庄和稲田駅は、キャンパス北部に位置し、校舎、図書館、野球場、ラグビー場、陸上競技場は南部に廃される。旧校舎は当時早稲田、大学理工学部建築学科教授であった、保住忍と同研究室が設計した。国際交流も重視している。開校以来北京大学附属中学とは、交流があり、その他世界各国。 各地域の学校との国際交流プログラムを実施している。学校法人早稲田大学直属の付属校であり、早稲田大学の一組織である。卒業後は原則として全員が早稲田大学の各学部に進学できる高内一貫校である。専任教諭は早稲田大学の一員として教育研究活動に従事できることが特徴である。他大学の客員教員や 非常勤、兼任講師、研究員、早稲田大学の研究所員を兼務している教員も在籍している。教諭の研究活動は最大限に尊重されており、教育の質は教員のこうした研究活動と教育実践の両面に支えられている。学院生は学部学生と同様に早稲田大学図書館等の各種施設の利用ができる。また、 一部の学部講義科目の先取り履修が可能である。校舎は大学のキャンパスの一部という位置づけから大学キャンパスの校舎合間が不満されている。これらは、早稲田大学高等学院と同様である。校則とは呼ばず、大学のように学則という、制服や指定された髪型などはない。早稲田大学の一員として、早稲田大学見学の精神に基づく。 上越新幹線本庄和世田駅が2004年に開業し、これにより都心などから通学しやすくなった。2012年 JR 本庄駅前にサナエ漁が完成し、自宅が離れて通えない者や帰国生を多く受け入れている。サナエ漁が完成するまでは、早稲田大学が地元の住民に委託した独自の寄宿施設を設けており、かつては 全生徒の半数以上が入居していたが、バブル経済の崩壊や、本庄早稲田駅の開業により入居者が減少していた。2018年には、JR 本庄早稲田駅付近に女子寮を、あずさ寮が完成した。教養教育、研究活動を重視しており、人文科学、社会科学、自然科学にわたる多くの教科が、全生徒必修となっている。 スーパーサイエンスハイスクールに制度導入時から指定されており、スーパーグローバルハイスクールと双方に指定されている高校としては県内唯一である。第2学年への進級時には高度な理系科目を履修する SSH クラスへの移動ができる。ただし、SSH クラスは2クラスしかないため、有志を募った上で選抜する。三学年時には、 1> 約1年間をかけての2万字以上の卒業論文作成が課せられるという特色を持つ。論文のテーマはどのような内容でも構わず、指導教員の下で研究、執筆に取り組む。その成績は学部進学に反映される。厳格に留年基準を定めているため、一定の成績を満たさなかったものや、欠席日数が10日を超えるものは進級することができない。 そのため、留年率は高い傾向にある。大学進学にあたっての学部選択は、3年間の成績と卒業論文の評価、本人の志望により決定される。直系の付属校として、継続校よりも余裕を持った進学定員数が付与されており、おおむね7割強8割の学生が第一志望の学部へ進学している。北京大学付属中学。 シンガポールナショナルジュニアカレッジ、愛用外国語高等学校とは、姉妹校となっている。北京大学附属中学とは当学院開校以来、北京市への修学旅行に際して訪問するなど、各種の交流が行われてきた。また、加藤市範大学第二附属中学との国際交流締結の調印や、国立大中第一高級中学の来訪が行われるなど、 世界各地の学校と交流がある。また、各種の国際交流プログラムが用意されている。正式には、公認団体と呼ぶ、大学と同様に部活動も盛んである。運動部では、インターハイや国体などでも活躍する、レスリング部、スキー部、陸上競技部、公式テニス部などがある。文化部においては、書道部が2014年書道パフォーマンス甲子園に出場、 将棋部が2017年全国高等学校将棋選手権大会で全国制覇をしている。また、部活動には所属せず、個人があるいは有志で、各種競技会に参加している者も,もいる。エマノン部など他の高校に設置されていない部活動もある。文化祭である稲漁祭が毎年10月末に開催されている。埼玉県や群馬県等の県外から、 一般参加者が来る。クライマックスのゴーヤ祭は在校生のみの参加となっている。体育祭は6月初めに開催される。例年派で中層による参加が恒例となっている。その他にも芸術鑑賞会、サマーセミナー、ウィンターセミナー、球技大会、遠足、修学旅行、マラソン大会などがある。かつてはホームセによるスポーツバーベキュー大会などがあった。なお、 入試期間に入ると、温衆日という約1週間の休校日がある。卒業生全員が、早稲田大学の各学部へ進学可能であり、さらに生徒寮の設置や、本場早稲田駅の開設により、例年国内外から多くの志願者を集めている。また、帰国生入試やアルファ選抜、指定校推薦など多様な方法により入学者の選抜を行っている。 教学開校女子を定員より多く入学させる年が続いている。開校当初は制服が定められ、黒詰め入りとされていたが、その後、当学院、生徒心への改正に伴って服装は自由化された。スクールカラーである、エビ茶色で縁取られたアルファベット W をモチーフとし、白地に、旧字体で、学院の黒文字が入るものが制定。 黒爪襟の左襟に着用されていた。右襟に着用する気象についての規定はなく、各部が独自に制定した襟章のほか、生徒が大学等で各自買い求めたものを自由に着用していた。大学各学部、大学院の襟章も同じくアルファベット W をモチーフとしたデザインになっている。なお、総大学院では、縁取りが緑色である。当初は、 性暴も定められていたが、基本的に着用は自由であった。その後、上記の服装自由化により、性暴は事実上捨てれた。早稲田大学の格暴と違い、丸棒だが顎紐がないことが特徴。旧制学院生が学徒動員で出生した際に軍帽として利用されたことへの反省から、顎紐が外された。早稲田大学は、 創立125周年を迎えた2007年を期して、学内外において、時代の早稲田アイデンティティを確立するために、UI システムを導入した。その中心となるロゴマーク、早稲田スクエアは、大学の格望をモチーフとした肘形2つを並列する。左側の肘形は、早稲田カラーのエビ茶色をベースに、大学の交渉を白抜きで配した共通デザインとし、 右側のひし形に施す文字、図柄、色により、学学部、大学院、付属校などを区別する。また、以下の駅から本校まで、スクールバスが出ている。第8代までは、早稲田大学の学術院所属の教授が就任していた。ありがとうございます。